アクスサム、アクシムは OS を搭載したデル社製の携帯情報端末 PDA である。アクスサムシリーズの最初期型であり、デルで初めて開発された PDA でもある。2002年発売。スタンダードモデルとハイエンドモデルの2種類が用意されていた。国内販売はなく、海外での販売のみ。スタンダードモデルは、インテルの X スケールプクサ250プロセッサー。 32MB RAM、32MB フラッシュ、ROM、タイプ2コンパクトフラッシュスロット、SD、MMC 用、スロット16クベガ、16ビットク分が、2 4 3 2 0 t f t ディスプレイ、スピーカー、マイクを搭載し、US279 ドルで販売。ハイエンドモデルは、クロック周波数を上昇させた、インテル X スケールプロセッサ、64MB RAM、 48MB フラッシュ、ROM を搭載し、US349 ドルで販売された。ポケット PC2002 がインストールされていたが、Windows モバイル二千2003へのアップグレードも公式に提供された。それ以降の OS のアップグレードは提供されていない。2003年10月に発売。新デザインの個体を採用。この X3 から日本市場での販売も開始した。 スタンダードモデルに X3、ハイエンドモデルに X3i として2つのモデルが用意された。OS は Windows Mobile 2003。基本的な構成は前型の X5 と変わりないが、X5 にあったコンパクトフラッシュスロットがなくなり、プロセッサが PUXA250 から PUXA263 に変更されている。X3 は 300MHz の PUXA263。 プロセッサ、32MB RAM、32MB フラッシュ、o m を搭載。販売価格は29,800円。X3i は 400MHz のプク鎖263。プロセッサ、64MB RAM、64MB フラッシュ、o m Bluetooth、Wi-Fi を搭載。販売価格は37,800円。 2004年8月17日に3機種が発売、うち1機は海外販売のみ。デザインこそ X3 と変わりないが、OS が Windows Mobile 2003 SE にアップグレードされ、プロセッサが X スケールプクサ270に変更された。スタンダードモデルは 312MHz のプクサ270、プロセッサ 32MB RAM、32MB フラッシュ。 ロムを搭載したものが34,800円で、ハイエンドモデルは 624MHz のクサ270、プロセッサ64 RAM、64MB ラム、64MB フラッシュ、ロムを搭載したものが49,800円で販売された。ハイエンドモデルには、前型同様に Wi-Fi を搭載している。海外では 312MHz のプロセッサを採用していること以外は、 ハイエンドモデルと同様の構成のモデルをスタンダードモデルとして販売している。そのため、日本でのスタンダードモデルは海外でのエントリーモデルに値する。2005年1月13日に3種類が発売、うち1機は海外販売のみ。新デザインが採用され、スタンダードモデルに X50、ハイエンドモデルに X50V として、国内では2つのモデルを用意。 OS は前型と変わらず Windows Mobile 2003 SE X30 シリーズまでは全機種に専用クレードルが標準で付属していたが X50 シリーズからはハイエンドモデルのみにクレードルが付属するようになりスタンダードモデルは別売り扱いとなった。また X3、X30 では省かれていたコンパクトフラッシュスロットが再び採用され Wi-Fi が スタンダード、ハイエンドモデル両機種ともに標準搭載するようになった。スタンダードモデルには 520MHz の複鎖270プロセッサを採用し、メモリは 64MB、a ムと 128MB フラッシュロ m を搭載。販売価格は44,800円。ハイエンドモデルには 624MHz の複鎖270プロセッサを採用し、 1 6イトのベルムが割り当てられたインテル 2700G マルチメディアアクセラレータが搭載されており、Open GLES や JSR-184 などの 3D API にも対応している。そのため、マルチメディアコンテンツの再生や 3D アプリケーションなどをより高速に処理することが可能となっている。また、 他のモデルの2倍の解像度を持つ640-480の3.7インチ VGA 液晶を採用している。他はスタンダードモデルと同一。販売価格は54,800円。海外販売のみのモデルは 416MHz の複鎖270プロセッサに 64MB フラッシュ、ロムを搭載したものがエントリーモデルとして販売された。販売価格は US299 ドル。XM シリーズ中の最終モデルで2005年11月24日に3機種、うち1機は海外販売のみが発売された。OS が Windows モバイル5.0に更新されたほか、X51V のみ、フラッシュロムの容量を 256MB まで増加させたこと以外は、X50 からの変更点はない。 非公式だが、有料でラムを 64MB から 128MB に増設するサービスが行われていたことがある。販売価格は、X51 が53,800円、X51V が63,800円。2007年4月をもって販売を終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。